とうございます。いやまあそれでもねやっぱこういう失態があったということは誰かしらが責任取らなければいけないということだと思うんですよね、まあ、やっぱりその辺はあの今回のイベントの主催者であるヌタさんに、まあ、今回はねこのご飯を使ってあの罰を与えたいと思います。えじゃあ皆さんを代表してやらせてもらいます。 A new nightmare approaches the fortress of wind. 全然嬉しくない。こんな感じでいいでしょうか。申し訳ありません。そうですね、あのこれからのイベント内容で皆さんをねあの楽しませてあげたいなと思っておりますので、ね、この後もぜひねもらいたいと。本当に足りねえ。あのぶっ飛ぶ、ぶっ飛ぶくらい何回も何回もやった方がいいってことなのかな。その通りだと思います。その通りだと思います。ごもっともです。ただね、あんまりの体でもこれ以上ね大きい頭が大きくなってしまってもしょうがないのでね、まあ、今回はとりあえずこれでおしまいということにさせてもらいたいと思います。お詫びに視聴者プレゼントをやります。これできるんすか、いけるんすか。できる。 The battle rages on. Stand up and show your strength. Battle 2. Fight. はい、何かしらの形で視聴者プレゼントをやります。あら、ジェタさんのポケットマネーから。僕が何とか用意します。ヌタさんが、はい、あはいって言ってるときは大体適当な。いや違います違います、本当です。違いますよね、はい、期待しちゃっていいんですよね、はい、配信中に何とかあのツイッターとかね、はいはい、あのそういうのを使ってでも、はい、おっと皆さん聞いていただけましたでしょうか、はい、もうこのヌタさんのねポケットマネーから今回あのプレゼントの方、はい、視聴者プレゼントの方ねさすがに全員はちょっと僕あのワープアなんでお金ないんで申し訳ないです。最終的に俺に泣きつけるのなしだからね。リアル開発からなんかないっすかみたいな怒るのなしだから。いやそれはそういうことは考えてないポケットマネーで、はい、僕の方から、ということになりましたので、皆さんどうかね順位を下げていただければと思います。さて、ここからははい的にどのぐらいこれロスしちゃったんですかね。今は1時半前ということは丸々最初1時間ぐらいちょっとすっ飛んでしまった感じですかね。はいはい、誰のせいでしたっけ。はい、あの私のせいでございます。はい、シレット全部説明してもそうですね。それはじゃあまあ簡潔にとりあえず説明しようと思っていたことをいろいろ説明します。はいはい、ではソウルシリーズまでやりましたね。ソウルキャリバーシリーズ、あ、ちょっとラファエル、それでは、タゴさんを交えまして、まあ、ソウルシリーズについていろいろお話を伺っていきたいと思うんですけども、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、まあ、ふわふわっとした内容なんですけども、まあ、タゴさんにとって あのソウルシリーズとはどんなシリーズなのかと。あ、そうですね、僕実はプロデューサーやったのがこのソウルキャリバー5から初めてなんですけど。あ、そうなんですね、ゲームとしてはソウルエッジでジークを使ってたっていうぐらい。はいはいはい、もともとプレイヤーの方なんですね。いや、もうそう言ってもあのうちの小田島みたいに、はい、もうガチガチのなんか格闘プレイヤーって感じなんで。あの人ガチガチですもんね、剣で戦うゲームって面白いじゃんぐらいのノリで触っていたんですよね。でその頃はもうソウルキャリバーまさか作るとは全く思ってなくてでもう海外のショーとかでも行ってるんですけど、はい、ソウルキャリバー4が終わった後にプロジェクトがちょっと解散しちゃったんですよ。でそこでプレイヤーの皆様からソウルキャリバーいっぱい作ってよみたいな声いただいて、でプロジェクトの方が復活したんですよ、はい、でその時やりたいって一番に言ってたのがディレクターの小田島 はいはい、でその時にじゃあタコさんちょっとプロデューサーの方お願いできませんかと言って、分かった
潰すわけにはいかないんで。おーかっこいい男気ありますね。男気ですね。男気ですね。この瞬間ちょっと勇気を振るってこの世界タイトルに、はい、ご存知かもしれないけど前戦場の絆でガンダムの人ですよ、はい、そうですね、ガンダムの戦場の絆をやられてたんですね。ゲームセンターに置いてある丸いの見たことあると思いますよ。見たことありますよ。あれを作ってた人なんですけれど、はい、それが一転して、いろいろあって今度は剣の戦い、剣の戦いにビームライフルから今度はビームサブレって言った方がいいかな、今度は剣の戦いになったという。なるほど、持ち替えて、まさしく。でそれで今回ソウルキャリバー5の方をやらせていただいてるっていうのがまあ一つの経歴なんですね。あーなるほど、まあ一重にじゃあこのソウルキャリバー5がこうやって皆さん の目に入るっていうのは全部タコさんそうですね、全部タコさんのおかげ、熱意、すべてを動かした。違います、違いますね。まず、プレイヤーの皆様がやっぱりあのソウルキャリバー5のプレゼントを復活させてくれたんですよ、はい、ここだけはまずしっかり言わなきゃいけないんですけど、そうですね、まあ、そこに俺は一番最初に感謝したいのと、はい、あとはやっぱりこの形にしてくれたっていうのはもう小田島くんとかですよね、いわゆるソウルキャリバーを作ってたチームがやっぱりやりたいって思いがあったんで、だからこそ俺もこれを復活させなければいけないっていうふうになったので、うんうんうん、やっぱ原動力はそこにありますよね。なるほど、やっぱこうやってみんなの声に応える人もやっぱ必要ですからね。そうですね、うん、なるほどなるほど。じゃあ続きまして、今作ソウルキャリバー5とは、まあ、今までのシリーズと比べても、まあ、どういったゲームになったのかというお話をいただきたいと思います。なるほど、まずシステム面で大きく違うっていうのはあのもう海外の取材とかでもよく言ってますがクイックムーブ、クイックムーブ、はい、回避の技が、入ったというかね、はい、まあそれ今まで言ったとステップあるじゃんっていう話もあるんですけど、もっとそれも早く大きな距離で動くことによって次の攻撃の展開、まあ、キーとなることができるという。あれですよね、画面的に見てるとあのエフェクトが出て横に動いてるのがそのクイックムーブですね。そうです、今もバトル動画とかにいくつか出てたりしますね、はいはい。で次ですね、クリティカルエッジ、ちょっとこれまだ出ないかな、まあ、出るといいかなと思うんですけど、左上と右上のところ見ていただけると、クリティカルゲージと呼ばれるゲージシステムが搭載されております、はい。で現在数字があの1ってありますけど、このゲージ1を、おまさしく今クリティカルエッジ、あ、使ってましたね、ありましたね、あのクリティカルゲージを消費して、大技を出すというもので、でこれで逆転を狙えるというところですよね。なるほど、なるほど。で問題なのは前こうで積んでたクリティカルフィニッシュあるやんっていうツッコミがあるんですけど、はいはい、そういったものとはちょっと違って、クリティカルフィニッシュはいろいろ条件とかあの、はい、入力とかが難しかったり、はい、あのまあ、要するに万人が見れるものではなかったり、今回は比較的簡単なコマンド入力で、はい、あのクリティカルエッジを発動していただいて相手に大ダメージを与えて逆転を取るというシステムになっています、まあ、あの今までよりも敷居が大きく下がったということなんですね。そうですね、その敷居が低いってすごい重要で、格闘ゲームでどんどん難しくなっていった時についてこれないとか、あるいは他のゲームでも慣れちゃったから逆にこっちのソウルキャリバーに入ってきにくいっていうところがあると思います。とはいえど全員が何でもできるように簡単にしすぎても逆にあの大味なゲームになって難しいところあると思うんですね、うん、そのギリギリのバランスのところで今回はあの敷居を低くしてるっていう感じ。なるほど、すごい苦心があったんですねまあ基本的に今のは小田島の受け身そうなんです、はい、なるほどなるほど。さあその他にも何か新たな点とかあれば。そうですね、皆様あのいろいろ、ね、情報集めてる中で細かいレベルも知りたいと思うんですけど、やはりガードインパクトの変更っていうのは大きいところありますよね。そうですね、あの防御システムとしては、まあ、ガード、まあ、通常のガード、ガードインパクト、さらにあのこの後紹介もさせていただきますけれど、あのジャストガードとかもありますので、これらを一度我々整理し直して、はい、より簡単に行えるもの、うん、あるいはゲージを消費して大きな効果を得られるもの、うん、あるいはゲージも消費しないんですけど腕を要求するものといったようにこうちゃんとランク付けをした上で、その、 あのガードインパクトに関してはゲージを消費して大きな効果が得られるものという立ち位置を持っています、うんうん、なるほど、まあ、その辺のゲージ管理が今回のゲームのポイント。そうですね、はい、あの左上と右上に追加されているクリティカルゲージ、はい、あれをよく見ていただくというのが重要で、さまざまなあの大きな効果が得られるものにはやはりゲージを消費するというのが伴ってきます。すなわち、相手の溜まっているゲージも気になりますし、はい、自分の溜まっているゲージもどう消費するかみたいなところにも、はい、もう一つの戦略性というのが生まれています。はい、さ、システムの話はとりあえずここまでにしておいて、キャリバー5の全体的なコンセプトに関してのお話をいただきたいと思います。そうですね、まあ、何よりもそうなんですけれど、あの先ほども説明させていただきましたけど、やはりあの
俺今まで速いとか言ってるんですか、要するに操作に対してクイックに動くこと、そしてそこからまあ操作性を向上させた上で、クリティカルエッジを使った反撃の試合ですね、はい、でこれをやることによってなんか一方的に相手に圧倒されてしまうとか、そういうような結果をなるべく少なくするというのは重要だと思います、うん、これは一言で言うとまさに先ほどおっしゃった通り、角木さんおっしゃった通り敷居を下げるということなんですけれど、うん、で何にせよ格闘ゲームである以上逃げるとかガードとかって、まあ、重要ではなくて何を攻撃するっていう、もっとポジティブな見ていてワクワクするような内容にしたいですよね。その意味で言うと、まあ、こう基本的にこの戦後を取るみたいなガードしてから何々っていうのも、まあ、戦術としてはありますけど、ゲームとしてやっぱ楽しいのは戦の戦、とにかく攻撃で押していくっていうところにあると思うので、そういった部分をコンセプトにしてバトルを組み立てた。なるほど。さあ、続きまして、世界観やストーリーについて。そうですね、はい、18日ですから、昨日ですか、昨日、すいません、開発やってると時間感覚が今日が18だったか19だったか分かんないぐらいの勢いなんですけれど、今日は19日だと思います、はい、もうみんな同じですね、はい、18日ですね、4つのキャラとともにストーリーモード初めてニュース発表させていただきました。そうなんですね、はい、海外行っても日本で取材を受けても必ずストーリーモードどうなってんのっていう聞かれちゃいますよね。でもうその中で、パトルクロスが、ソウルキャリバーを持ってる絵なんかも出てたりして、もうあれで、あ、みんな最初に出会ったデザイン画のソウルキャリバーとソウルエッジ、うんうん、なるほど、誰が持つかそろそろ分かってきたぞみたいな形で結構ヒントになったんではないかなと思います。まあ要は主人公パトルクロス、キュラっていうのを今回決定させていただいてますけど、彼と彼女がソウルキャリバーに翻弄されて、そしてそれをどうドラマを進めていくかっていうところが今回ストーリーモードを書くになりますので、それをですね、詳細を知りたいっていう話になると思うんですけど、引き続きニュース出しますから見てね。この商売上手。いやだって最初にストーリー全部分かったら面白くないじゃん。そうですね、その通りだと思います。少しずつね、はい、していくからこそ楽しみっていうのもあると思うんでね。そう、はい、いやもうね、皆さん聞きたいって思っている人も多いと思うんですけどね、まあちょっとね我慢してもらうっていう、はい、そうですね、はい、